生、うん、ということで今日なんですけど、はい、どうしました？あ、ちょっとまあちょっとあの僕たちカップルね、あのカップルじゃないんですよ、やめてください。どんなデートしようかなと思ったんですけど、デートを考えなくていいんですよ、あなたは。やっぱりそのあのそのリナちゃんね、はい、まあリナちゃんっていうか、その彼女、彼女じゃないです。リナちゃんではあるけど彼女じゃないです。まあちょっとそのやっぱ彼女を喜ばせるっていうのが、まあ、デートの醍醐味であるじゃないですか。彼氏じゃないのであなたは別にいいんですよ、うん、私のこと喜ばせなくて。なんでまあちょっとこう女子がまあちょっと喜ぶものっていうのでちょっと今日僕考えました。あ、そうなんですか。はいはいはい、まあ、これちょっと合ってんのかな、どうなんだろうなってちょっと思った子もあるんで、うん、試しにだけど、ちなみにリナちゃんってその、うん、やっぱ自分がちょっと喜ぶものって例えば何？喜ぶもの？はい、ちょっと漠然としすぎて、ちょっと質問が、これちょっと俺がちょっと思ってるやつと、うん、合ってたらさ、それすごいいいなと思って今日用意してるのと、うん、あの合ってたらいいなってちょっと思って、うん、なんか喜ぶものよ、なんか、うん、お風呂上がりのアイスとかじゃないですか。うん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 、他は？他？うん、なんだろう、なんか可愛いネイルとか。うん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 、確か今もしてるもんね。あ、そうです、ね。見して見して。うん、見して見してほら、うん、うん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 、他は？あって何ね？何なの？他は？何？うん、いや他？うん、あ、いやちょっと今俺の頭の中あるものまだ出てないからちょっと。出るまで答えなきゃいけないの？うんうんうん、もう言ってくれて。からそれ。ああ、いやいや、うん、ちょ、あともう一個ぐらいちょっと一回だけ聞かせて。一、うん、回だけ、うん、なんだろう、なんか綺麗なお花もらうとかじゃないですか。うんうんうん、他は？もういい。一回だけつつだろうよ。あ、そっか。ね、今日あのちょっと僕がね、まあ女子が喜ぶものって思い描いてたものは、うん、あ、指パッチンなんですよね。喜ぶか。そんなもんで、ね。え、うん、そのレストランとかでこういう風になんかちょっとすいませんって頼むとダサいじゃないですか、普通に。普通ですよ。そういう時にちょっとこう頼む時に。うん、最悪ですよ、なんか店員さんのこと下に見てません、ね、それこうすると女子喜ぶっていうの僕知ってるんで、一緒に行きたくないです。ちょっと今日はロリアちゃんにね、思う存分やっぱ指パッチンちょっと聞かせたいなと思って。それじゃ喜ばないって言ってんのに、はい、いいんですよ、量増やしたところで喜ばないです。ちょっとあのプロのところにちょっと行こうか。プロがいるんですか、はい、指パッチンって、はいはい、ということでリナちゃん、はいはい、ちょっと早速はい、ちょ来ました、はい、はい、そうですね、はい、あ、どうもどうも。ちょっと待って、指パッチン以外が、指パッチン以外がすごすぎて、ちょっと。あ、ちょっと、はい、ちょっとあの、ごめんなさい、ちょっと、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと今ね、あの、はい、壊れちゃってて、はい、すみません、壊れちゃってて、あの、指パッチンのプロの方です。はい。お願いしまーす。それやめてください。今日ちょっとあのお願いしたいことがありましてね、はい、あのちょっと僕の彼女なんですけど、はい、彼女じゃないんですね、はい、あのやっぱりあの女子って指パッチン好きじゃないですか。あ、好きですね、はい、なんで共通認識なんです。ちょっとなんだ、やっぱりすごいテクニック持ってるじゃないですか。そうですね、こうやって、はい、はい、こういう感じで、すごい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 ですね、すごいすごいすごい。なってないんですね。なんでちょっとそれをちょっとあのいっぱい聞かせてあげてほしいなと思いまして。あ、はい。いいんですか？いいですか？大事な彼女さんじゃないですか？いや、まあそう、じゃちょっとまあね、あのちょっと見てられないなって気持ちになると思いますけど。彼女だ。他人の指パッチン聞くぐらいいいでしょ。うん、まあね、ちょっとせっかくね、あの喜ばせてあげたいんで、ちょっと聞かせてもらいたいなと思って。はい、ワン小説というか、はいはいはい、なんか、そんなあるんですか？いいですか？ちょっとパッと聞かせてもらって。そんなのあるんですか？はい。おー、サラウンド、すごいサラウンドですね。髪の毛が巻き込まれて、はい、うん、どうなんですか、どんな状況なんで、全然そのワン小説じゃないじゃないですか。あ、そうか、永遠じゃないですか、リナちゃん、あの、はい、どうって何まあ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 、なんかずっと鳴らしててすごいなって思いましたけど、なんかあんま感想を抱くものじゃなかったですよ、全然。あ、そうか、怖いです。なんか強いて言うなら。怖い。あ、そんな耳の近くでやんなくていいです。あ、うん、なるほどなるほど。別に、そこでやっていただけると。ああ、ああ、そうか。ああ、そっかそっか。ああ、そっかそっかそっか。耳ってここだけ聞くもんじゃないんだ。ああ、そうか、確かに。ああ、そっかそっか。そうだ。そうだ。そうだ。
今さ、ちょっとそのね、指輪さんの指パッチン今聞いちゃったじゃないですか、りなちゃん。聞きましたね。そしたらもうその普通の指パッチンにも戻れないわけでしょ、今。そうですね、もう戻れないですね、確かに。ってことはさ、ほら、そのあの、家に帰った後とかにさ、やっぱその俺の指パッチンには物足りないわけじゃん、りなちゃん。家にあなたいるし、別にもうずっといつも指パッチン聞いてるとかないんですよ。なんで、ちょっとあの、指輪さん、ちょっとあの、僕にもちょっとだけ教えてもらってもいいですか、ちょっと。もちろん、もちろん。はい。そんなすぐ習得できる。全然できますよ。ちょっと、テクニック教えてほしいなと思って、はい。家でも使えるテクニックですか。はいはいはい。ちょっと。使わないですけどね。どうやってやればいいですか、うん、多分僕はだから、あんまりこう、力を入れずに。うん、パーカーの紐も長ってか。リラックスした状態で、そうです、長いですね。そう、はい。これはちょっと、パーカーの紐もやっぱりリラックスさせておいた方がいいってことですよね。そうですね。本当にパーカーの紐をリラックスした状態で、こう手首のスナップを効かす、うん、ピンとこう、バウンドさせるみたいな感じですかね。ああ、なるほど。手首自体をこうバーンってやって、あ、うん、まあ力を入れすぎてもそんなに音は鳴らないんで、実は。意外と、ね、あの、音の発生源がここなので、ここ、あ、これですか、ね、指の、ちょっと名前がよくわかんないですけど、うん、指のここを。指のここら辺に当たった音が反響して指パッチの音になってるので仕組み的にはなので効率よく当たるように意識するっていうのを、あの、当てることを意識する。そうですね。へえ、なるほど。そういう感じでやってたらこうやってこう、おーおーおーおお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 おうーって何、ね、うー、どうしたの、こっちはこっちで何、目の前で何、ごめんなさい、ちょっと大事な彼女さんを、彼女でもないんですよ、目の前で、いいですし、全然。なるほど、じゃあ今教えてもらった感じだと、はい、力抜くんですよね、こうやってね。はい、そうですね。で、こう、はい、こうとかとかで、こう、はい、こう、こう、おー、ちっちゃいな音、こんな感じですか。あ、はいはいはい、それもっと早く、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 カスカスじゃない、もっと早く、出てないから音、こんな感じですかね、何も出てない、そうですね、まあまあまあ中大点です。よし、じゃあちょっと行きますよ、いやだな、こっちから行きますよ、じゃあ、はい、行きましょうか、行きましょう、はい、行きます、はい、せーの、あー、やめてください、なんで左右で、ちょっとやめてください、なんか負けない、心地悪い、頑張る、戦わないでください、私を挟んで、あー、もうやめて、もうやめて、あー、あー、どう、どう、なんか最悪、感想を求めてこないでください、良くないでしょ、絶対に、心地良かったんで、ただ指パッチ鳴らしてるだけ聞いてるのもそこまで良くないのに、ね、この近くでやられても最悪なんです、最高、じゃあもう帰ります、もう帰りたくない、いや、帰りたいと言ってんの、もうやだやだ、いや、ちょ、今日はありがとうございました、教えてもらって、はい、こんな、じゃあもうちょっとで、ね、これからもう、はい、ずっとできると思うんで、これ家では思う存分ね、お二人で楽しんでください、はい、確かに家でやるときはだってこうでもいけるわけだもん、そうそうそう、ここで、はい、もういいです、でも彼女も喜ぶと思います、彼女じゃないです、喜ばないんですよ、誰が喜ぶんですか、これ、いや、いい音です、何何、うーんっていう音が来て、おー、激しい、なんなんですか、それ、ちょっと、普段どこでやってるんですか、はい、というわけで今日はね、あの、ちょっとね、指パッチン、あの、ちょっとりなちゃんに、あの、聞かせるっていうデートだったんですけど、はい、ちょっとあの、どうですか、ちょっと点数つけてもらうとしたら、はい、あの、デートの点数もそうだし、まあ、ちょっとあの、俺のちょっと指パッチンの、ちょっとあの、その、奏でる音色の点数でも、まあまあ、ちょっといいんですけども、はい、まあ、その、指輪さんに会えたのは良かったんですけど、うん、指パッチン、まあ聞けたないんですけど、うんうん、距離が近くて離れようとしたらこっち側におでんさんがいて、ちょっとこっちに近寄っていっちゃったんで、うん、なんかすごい嫌だったんで、その自分が0点です、クソがすいません、本当に嫌でした、うん、指輪くん愛じゃないんです、クソ指輪くんのせいでおでんさんに近寄っちゃったことが嫌なんです、言ってることがなんかあの、ちょっと死に滅裂っていうか、なんかそのそうですか、どういうこと、なんかそのなんか、うん、
こう、何ですか、なんかこうなって、こうなって、こうなって、こうなったから。だから、ユミオ君が、その、耳元で指パッチンを聞かせてくれたのは良かったんですけど、距離が近くて、指オ君の。だから、おでんさんの方に逃げるしかなかったんですよ。こっちでおでんさんもこうやって指パッチンしてるから、こっちに近寄っていっちゃったんですよ。はいはい。そんな自分が嫌だったので。そんな自分が嫌だったので。はい。そんな自分が嫌だったので。ちょっとね、言ってることはちょっと死滅裂なんですけども、はい。結局、だから、その、じゃあ結局、指オ君が指パッチンしたせいで、なんかそう、最悪の事態になったってこと？いや、それはいいんですよ。が言いたいの。なんかそれが、それがきっかけでなんか結局なんか最悪なことになっちゃって。指パッチンが近くて逃げなくちゃいけなくって。あ、だからってことか、ってことか、ここ原因はこれだよね、ってことそんなことないです。原因はさ、俺じゃなくて、じゃあ指オ君だよ、ね、そんなことないですよ。で、指オ君が悪かったから今日ゼロだってこと。指オ君に会えて嬉しかったです。まあでも、次のデートもっとりなちゃん点数つけてもらえば頑張ろう。いいです、頑張んないで。せーの、バイバーイ。いいです、それは。